ジョージ・シアリングはイギリス生まれのジャズピアニスト。アメリカに渡ってクールジャズの第一人者として活動し、作曲家としてもバードランドの子守歌等のスタンダードナンバーを生み出した。ロンドン生まれ。生後感もなく盲目となるが3歳でピアノを始める。音楽評論家、プロデューサーのレナード・フェザーに認められて、1937年頃から本格的にプロとして活動。 イギリスでの活動期には、ステファン・グラッペリとも共演。1947年に、アメリカに渡る。1949年、ビブラフォニア、エレクトリックギターを導入した、編成のクインテットを結成し、MGM レコードと契約。同年、映画の挿入歌をアレンジした、9月の雨の大ヒットで、注目を浴びる。1952年、ジャズクラブ。 バードランドにちなんだ楽曲、バードランドの子守歌を作曲。同曲は、ジョージ・デビットワイスにより、歌詞が付けられ、サラ・ボーン等多くのボーカリストにも取り上げられた。1955年、キャピトル・レコードに移籍。1956年、アメリカに帰化。1950年代後半には、後に、ハーモニカ奏者として、有名になるトゥーツ、シール・マンスが、 ジョージのクインテットにギタリストとして参加していた。また、ジョージはかねてからラテン音楽を好んでいたが、キャピトルレコードからはラテンレース、ラテンアフェアといったラテンに特化したアルバムも発表している。1961年にはモンゴメリーブラザーズとの共演アルバム発表。1963年、アン・リチャーズと共に来日。この時シアリングが連れてきた。 盲導犬の権益で1日入国が留保となり、記者会見が延期されるなどトラブルがあった。1982年、メルトーメとの連盟によるライブアルバム、アンイブニング・ウィズ、ジョージ・シェアリングメルトーメを発表。同作は、翌年にグラミー賞のジャズ部門を受賞した。1996年、大英帝国勲章を受勲。2007年、ナイトに受訓される。 2011年2月14日、アメリカ合衆国ニューヨーク市にて、鬱血性心不全により死去。91歳暴打ありがとうございます。